新宿歌舞伎町、数多くのホストクラブが立ち並ぶこの場所で4店舗を展開するクレイジーグループ、去年未経験から売れっ子ホストが続々と誕生したホストクラブリップス。そんなリップスを最前線で牽引し続けてきたのは、昨年代表へと就任したハヤト。新生リップスとして新たなスタートを切った。これまで未経験者が多く集まっていたリップスだったが、去年秋頃から移籍者続々と入店。今回は2023年から電撃参戦するホストを紹介します。ハヤトさんがもともとサロンモデルされてて、髪切り行く時とかにハヤトさんを見たことがあったので、ホストやってるんだって思って、でそんな人がいるお店で働いてみたいなって思ったのもあるし、2人で食事行かせてもらった時に、初回もめっちゃ多くていい子もいるみたいな話を聞いて、一緒に働いてみたいなってすごい思いました。スタッフ同士の距離が近いっていうのが結構あって、大手グループでもやっぱり人数が多すぎたりすると、やっぱそんな仲良くない人とか、まあ、全然いると思うんですけど、マジリップスは本当にみんなと僕も仲いいし、こう距離が近いことによって、まあ、解決できる課題も多いし、やっぱり仲間と何事も乗り越えていけるって面ではすごいリップスを選んでよかったなって思いましたね。1000万と100本は普通にスタンダードで行きたいのと、年間1億っていうのが僕の中で結構燃えてるところでもあるので、1000万と100本と1億、その3つを掲げてこう頑張っていきたいなって、お客様ファーストの接客というか、やっぱお金を出してもらって来てもらってるからこそ、その価値に値するくらいの男になれたらいいなって思います。レオン、ここ最近までさ、はい、まあ、未成年だったじゃん。まあ、結構他の人とはやっぱお酒が飲めない分戦いづらいところもあると思うから、まあ、そこについてちょっと聞きたい。お酒を飲まないっていうのはあんまハンデにしたくなくて、お客様とかっていうのはその物に入れてるんじゃなくて、こう人に払ってるようなもんだなって僕はすごく思うので、価値のある人間であり続けるために、人間的な面もそうだけど、お酒じゃなくてその自分に、まあ、払ってもらえるような、接客というか、お酒飲んでる人にこう負けてしまうっていうのが一番僕は悔しいので、飲まなくてもこんだけナンバー上位で入れるよっていうのも、未成年でホストやろうと思ってる子たちにも示したいし、お客様もみんないいお姫様ばっかなので、お酒飲まずにこうやってナンバー上位にさせてもらってます。出会いが僕つながりで、僕が惹かれたのは、まあ、年は確かに若いかもしれないけど、根がしっかりしてるし、ホストとしても魅力がある男の子だけど、人としても俺は好きだなと思ったから、まあ、一緒に働きたいなと思ったし、まあ、俺が掲げてる目標を一緒に追ってもらって、まあ、今年2023年、その自分がさっき言ってた、まあ、100本と1000万と1億を、まあ、達成、一緒にできるように僕も協力するんで、まあ、これからも一緒に頑張っていきましょう。頑張ります。ういっす。最初は同じグループのイーグルさんに退任させてもらって、その後にリップスも社長からどうって言って進めてもらったんですけど、イーグルさんとの大きな違いはやっぱ隼人さんの存在で、退任なのに結構熱く語ってくれて、この人になったらなんかついていっても大丈夫かなって思ったし、この人の下だったら頑張れるなって思ったので、いや嬉しい、それで決めました。ありがとうございます。はい、前のお店は結構人数が多くて、リップスだとその距離感が近いのと、幹部の人とかでも気にかけてくれたりして、なんか僕からだとなんかその幹部の人とかには離
話しかけにくかったりするので、うん、逆に来ていただけるとすごい話しやすいし、一言でまとめちゃうと働きやすいなと思います。こっちの方がちょっと自分的には合ってるかなみたいな。ですね。なんか役職とか結構憧れみたいな感じで、なんか幹部補佐っていう響きとかよりも、なんか主任とかも可愛いじゃないですか。なんかそのキラリ主任みたいな。ちょっと確かに、ね、可愛いじゃないですか。名前がね、ちょっとはい。キラリ主任って呼ばれるように、あ、まあ、主任になりたいんだ。あ、主任みたいな。可愛くないですか。響きがね。はい、響きは可愛いんで。まああとはずっと同じマインドで、明るく楽しくやっていけたらなって、それが一番かなと思います。いい、ね、はい、結構自分のワールドがあるし主任可愛いって言った男の子初めてなんかで俺がそのプレイヤーしてた時って周りの人たち全然その役職欲しいとか上に上がりたいみたいないなかった人が、だからまあそういうのを本当にずっと忘れないでやっぱ働いてくれたら、まあ、それを見てる人ってたくさんいるから俺も含めて、上を目指して、まあ、これからまあリップスであのキラリワールド全開で働いてほしいなと思って、はい、まあ、一緒に2023年走っていきましょう。よろしくお願いします。